ことしなきゃいけないんですか。飛び箱なんて人生で何の役にも立たないじゃないですか。俺もこれ苦手なんだよな。着地失敗して足くじいたことあるし。まだ始まったばかりで飛び箱も低いから大丈夫だよね。頑張ろう。運動は苦手ですけど仕方ありません。えい、おお、飛んだ。素晴らしい。うわ、よかった。やるじゃねえか。パヨリン様がお喜びになるわ。パヨリン様最高。パヨリン様のためにもっと飛んでくれ。パヨリン様って一体なんだろう。全然意味がわかりません。聞いたこともないです。宇宙人のアイドルかなんかか。ごめんね、陽明ちゃん。買い出し手伝ってもらって。私もサボれて。じゃなくて、こんなのお安い御用ですよ。私、イベントに参加してくださる方を探しているのですが、よかったら皆さんいかがでしょうか。怪しいですね。何のイベントですか。皆さんでゲームに挑戦していただくんです。優勝者には豪華旅行券が贈られます。ゲーム？だいぶ曖昧だけど。チーム戦なので、お一人でも残ればチャンスはありますよ。でもゲームならそんなに難しくなさそうですね。依頼もねえし参加してみるか。え？買い物どうするの。なもん、あとあと。チームは4人1組になるんですが。え、4人？ CD は今日いねえし。バイトで1日潰れるって言ってたよね。3人じゃダメっすか。2人分頑張りますから。ヒサが。そうです、頑張ります。ヒサメさんが。私ばっかりじゃん。特別ですよ。ゲームっつったって飛び箱しかねえじゃねえか。変な体育祭って感じです。イチューのお祭りってこうなのかな。ちょっとずつ高くなってくんだろ。これ結構ドキドキしますね。学校の体育でも緊張しちゃうんだよね。落ち着けって、焦ると失敗すんだよこういうのは。このチームの失敗はこれで4人目。これで失格となります。何？皆さん、盛大な拍手でお迎えください。パイオリン様がお越しになりました。なんだよあれ。失格チームの人連れてかれちゃいました。どういうこと。本日は我々の神、パヨリン様のための宴。パヨリン様は高く飛ぶ人間をお好みになります。飛び箱が飛べない人間を捧げ物にすることで、パヨリン様にお喜びいただくのです。パヨリン様って神様なの。ここにいる人たちみんなその信者ってことですか。くそ、わけわかんねえけど、こんなに囲まれてちゃ逃げるってのも簡単じゃねえし。とにかくまだ飛べる高さだし、できるだけ飛ぶしかないよ。だな。よっ。すごいプレッシャー。あいつらマジでただのスポーツ観戦でもしてるみたいな感じだな。異常な盛り上がり方ですね。ねえ、捧げ物ってあの人たちどうなっちゃったんだろう。今はあんまり考えない方がいいぞ。うん。それにしてもこれいつまで続くんだ。飛んでも飛んでも全然終わらねえじゃねえか。詐欺です、こんなの。最初から勝たせる気なんてなかったんですよ。いえいえ、とんでもない。ちゃんと終わりますよ。これはただの飛び箱じゃありません。最後に黄金の段を乗せると、パヨリン様を称えるためのスペシャルタワーになるんです。それを誰か一人が飛べば儀式が完了。本日の祭りは終了となります。あれって何段目なんでしょう。学校のと違って番号が書いてねえんだよな。誰か一人が飛べばなんとかなるんだよね。私頑張ってみる。俺だってまだいける。私も自信はないですけど。あ、失敗。またまた失敗。飛んだ。なんということでしょう。素晴らしい運動神経、素晴らしい跳躍力、またまたクリアです。あ、危なかった。すげえな、ヒサ。さすがです。今のはちょっとまぐれかも。できる人間って謙遜も上手なんですね。運動神経いいとあんな高さも飛べるんだな。実は今の。おっと、残念。これでチームが失格となります。また脱落者か。どんどん減ってく。もう残り少ないですね。さーて、どんどん参りましょう。くそ、
まだ黄金の段じゃねえのか。あと何段飛べばいいんだよ。木の方は見れないさ。え、木？あれって血？どうやらバイオリン様のお食事が始まったようですね。食事ってまさか失敗したら食われるってことかよ。どうしよう、私が失敗したら二人が。集中しなきゃ。おっと、ついに失敗。ヒサ、ヒサメさん、カレコレアチーム前線しましたが、惜しくもここで脱落。ちょっとタマ、4人1チームだろ。もう1人いるぜ。カゲチヨに連絡をもらったんだが。シディ、来られないんじゃなかったの？バイトが思ったよりも早く終わったんだ。なんとか失格扱いはされずに済んだけど、飛び箱もかなり高くなっちまったな。いっそクリアするよりどうにかして逃げる方法を探した方が。皆さん、新たな参加者の登場です。いいぞ、飛べ。あれを飛べばいいのか。わかった。え、ちょ、シディさん。シディ、気をつけろ。ん？何か言ったか。キャー、すごいぞ兄ちゃん。ふっ、お、飛んだ。はっ、また。シディ無双じゃねえか。すごいです、さすがシディさん。助かった。なんだかわからないが、みんなスポーツが好きなんだな。これが最後の段。これを飛ぶことができればこの儀式は完了となります。何あれ、ビルくらいあるじゃねえか。インチキインチキ。うん、面白いな。面白いって。行くぞ。はっ、飛んだ。ん？おめでとうございます。そしてありがとうございます、カレコレアチームの皆さん。これにて本日の祭りは終了です。あぶねえ、シディが来れてよかったな。よかったです。でも他の参加者たちは木の上でもう。木の上？そういえばさっき。我々のバイオリン様、なんと美しい。あれ、血じゃなかったんだ。木の実だったみてえだな。バイオリン様ってドラゴンだったんですね。飛べない人間を子供だと思って世話してるみたいだ。食われなくてよかったぜ、まったく。皆さんのおかげでバイオリン様のお姿を拝見できました。来年もぜひご参加を。さすがにちょっと。絶対やらねえ。飛び箱はもうゴリゴリです。カレコレ屋がニュースをお伝えいたします。今月のカレコレ4周年を記念して台東コラボレーションが開催中の模様です。現場の影千代さん。はい、影千代です。カレコレは今年で4周年、台東さんとのコラボレーションでたくさんのグッズがゲットできるぜ。まずはこちら。俺たちカレコレ屋のぬいぐるみだ。とてもよくできているな。俺の尻尾もふわふわだぞ。続いてはこちら。4周年の記念イラストを使ったクッションだな。おしゃれで部屋に飾りたくなるな。こっちは俺と下のロングクッションだ。この影千代は幼児化しているのか。ヒサメと合わせてゲットするのもいいかもしれないな。どの商品もなくなり次第終了しちまうから早めにな。それぞれの期間とゲットできる場所はこちら、概要欄のリンクからもチェックしてくれ。以上、グッズ紹介でした。影千代さん、ありがとうございました。台東コラボレーション、ぜひチェックしてみてください。これからも今月のカレコレをよろしくお願いします。今月のカレコレファミマプリントが全国のファミリーマートの店内マルチコピー機で好評実施中。絶対にゲットしてくれよな。